味覚ない、香りない、固形物のとこ通らない。そこで一番助けられたのは実はこれポカリスエット。その中でも一番飲みやすかったのはこれ、うん、ラムネ味、はい、熱が出るから頭を冷やしたいしね、はい、でその時にね役に立ったのがこれなんです、はい、で実際ですねコロナになってみてこれ高齢者亡くなりますよね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、実はですね、はい、20日ぶりの動画になりますけれども、はい、この20日間何をしてたかというと、実は、コロナに感染をしてました。はい、そうなんです。ね、で、まあ、世の中ではね、コロナなんて単なるね、風邪だと、大したことないっていうふうにね、まあ、かかったこともない人が、まあ、言ってますけれども、はい、まあ、まあ、かかったことある人が軽症で言うのもちょっと問題なんだけど、うん、まあ、実際ですね、コロナになってみて、これ、高齢者、亡くなりますよね。結構きついですね。私もね初めて40度っていうね、うん、を超えたあの発熱がありまして、36度7、8分ぐらいまで下がったり、うん、また9度まで上がったりっていう、うん、これをね連日こうなんですね、はい、そしてもうとにかくね汗をかく、1日6回ぐらい着替えて、うん、もう着替えるとどさっと落ちるぐらい、うん、びっしょりって言って、ね、そう、はい、そしてねとにかく味覚はなくなるし、うん、匂いもね、も、はい、そう、もう石鹸の匂いはしないんですよ。でそういう感じでしないで、私が発熱っていうか20日の日にね、実は朝まで眠れずになんかおかしいなと、うんうん、でもその日講座があるので、はい、とにかく朝7時ぐらいにちょっと4時間ぐらい寝て、ですぐ講座をやって、うん、っていう感じで、で21日に、娘とね食事をするということで3人で食事したんだけど、はい、その時も、体調悪いっておっしゃってます、ね、そうそう体調悪くて眠れなくて、で22日が上級で5時間、はい、5時間で、ね、でこの日、ね、そうこの時にね発熱が起きたんですよ、はい、で5時間で発熱が起きて、そして、その22夜が3、4、5、3日後か、うん、3日後にミニセミナーで夜が研修会、はい、もうこれ研修会もこうキャンセルしようよっていうぐらいちょっとしんどくて、うん、でそしてもうこれさすがにねちょっと病院行こうよって言って病院に行ったのね、うん、そしたらあのうちは PCR してませんと、で健康診断をしているところがあったのでそこに行ったら、発熱してる人は受け付けませんと、うん、でここに行ってくださいって渡されて、はい、で電話したらもうあの病院が閉まるので、いや、まだお昼だったんですけど、うん、あの症状がある人の診察は受付終わります、受付終わりました、満員ですとね、はい、言われて、いやこれね、うん、コロナかもしれないと思って行こうとしているのに、うん、受け付けられないってこれ広がるわと、うん、コロナね、そうですよね、そうちょっとやんちゃな兄ちゃんなんかはもうそこまで言うんだったら行かないよってなると思う、うん、はい、そうですね、うん、で続いてその日の夜に、うん、予約を入れて、うん、で次の日起きたらなんと8度8分あって、うん、で病院に行ってよっこらいに人の顔でこう映したら温度が出るじゃないですか、はい、あれに8度8分って出て、うん、赤くピー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 って初めて言いました、ね、初めての体験でした、ね、こんな風に言うんだって思って、はい、そしてそこで PCR 検査を行って、うん、でそれもねこういう筒にね結構1センチぐらい唾を入れなきゃいけないんですよ、うん、でもう熱が出てる時に唾出ないでしょ、はい、もうこの唾が出すのが結構きつかったですよね、きつくてね、はい、で私はその時あの熱が下がってたんですけど、うん、先生が8度8分だったんで、うん、あの予約はしてなかったんですが念のため一緒に、ね、無理やりこう受けさせてもらったんですよ、そう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 、はい、ね、そして PCR 終わって、うん、その後講座、そのもう30分後に講座だったもんね、はい、で講座をやる前にちょっと食事しようと思ったんだけど、うん、固形物が一切入らない、はい、ね、そして、1時間半だけやって、あと、はい、講師の先生にお願いしてご飯ははい、でなんとか乗り切ったんだけど、うん、で次の日に朝起きたら今度9度、そうなんですよね、で次の日も初級講座、はい、で明日で1時間だけもうとにかくもう余計な話は一切しないというかもうできなかった、まあ、余計な話がね先生のいいところなんですけど、ね、いいところなんだけどそれもいい話なんですけど、そうできずにで講師の先生のお願いをして、はいはい、で最初と最後に締めて、だその途中に講座中に連絡があって、コロナ陽性です、そうなんですよ、もうびっくりでしたね、そう、はい、コロナ可能のコロナの、陽性でかかってるのに9度の状態で講座やってたっていうね、そうなんです、そう、それからもうこれちょっときついわと思って、うん、講座全部ねキャンセルしようと、は
でそこでね、今回ね皆様にコロナになった時ってどんな時どんな感じなのかということをちょっとお届けしたいと思う、はい、でまずねさっき言ったように味覚ない香りない、うん、固形物のどが通らない、はい、でそこで一番助けられたのは実はこれポカリスエット。ポカリスエットはですね、はい、全く同じ味なんですよ、うん、ポカリと味、まあ、確かにそうですね。そうでこれをとにかく飲むしかないわけです、うんうん、そしてもう一つ助けられたのはこれこれはもう私もウィーダインゼリーはかなり助かりました。これはむちゃくちゃ、はい、その中でも一番飲みやすかったのはこれ、ブドウ糖、そうブドウ糖でこのラムネ味、はい、これがねすっごくあの助けられましたよね、うん、そしてとにかくね熱が出るから、うん頭を冷やしたいしね、はい、でその時にね役に立ったのがこれなんです、はい、でそうでこれねここ蓋になっててねこういうふうに、はい、でここにね氷を入れて、うん、でそしてこれをするとでこれがねあの普通ほらここに水滴がついたりとかして濡れるじゃない、うんうん、つかないんですこれ、そうなんです、ね、多分みんな持ってるかもしれないです、私先生が持ってなかったでこれ100均に売ってるっていう、ね、100均に、はい、100均に売ってます、でこれでこうして冷やしながら、うんね、でこれねすごく役立ちますこれ、はいはい、そして、やっぱりね缶詰ですね、缶詰最強ですね、やっぱりビタミンもあるしね、はい、で缶詰も最強ですと、うん、そしてねこういうのがこれはどこからかな送られてくるの、これは多分保健所、保健所か、はい、そう保健所さんからね送られてきて、でこれ指を入れるんですよ、でするとここで心拍数とそれと酸素、いや酸素だけですか、酸素って心拍数他は見ないでくださいって書いてある、あそうなの、酸素だけで酸素がここにほら97って出てるでしょ、はい、で私がコロナ96、私がコロナの時は93とかでした、うん、で93はもうすぐ病院に行ってくださいっていう状態で、うん、91でなかったですか、いや一番低い時が1、はい、そして私無呼吸があるので朝からは88とか、うんであのちょっとやばい状態でしたよね、もうやばかったですよね、そう、はい、で、まあ、あとこうやってね体温計で毎日測るんだけど、朝測ったら大体9度とか、そう結局解熱剤で一旦下がるんですけど、うん、薬が切れたらまた先生上がるみたいな感じだったんですよ、そうだからね洋服は今でもほらこう長袖着てるんだけど、うん、長袖の下に半袖でこれをこういうの着て、うん、で下はあれタオル地の、はい、ねあれ裏起毛のスウェットじゃないですか、うん、スウェットね、で中にはあの捨ててこじゃないけどあんなの着て着てたんですね、そうそしてあの羽毛布団を2枚着て、うん、そうなんですか、そうで要はね、うん、あの首から下は寒いんです、うんうん、首から上がとにかく汗をかく、うん、だからやっぱり一人一人症状が違って、うん、私の場合逆にもう暑いので、うん、もうキャミソールに短パンじゃないと汗をかくから、うん、あの着れなかったんですよ、そんな状態だった、はい、で途中で、まあ、2人ともね自宅待機だったんですよね、そうなんです、で私の方がおそらく多分軽かったんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、その中でも一回 手足がしびれてあのもう死ぬかと思って、うん、保健所の人にも電話して相談してたらなんか低血糖を起こしてたみたいで、うん、その時にこのブドウ糖をもう無理やり飲んだら30分後ぐらいに、多分初めが1時間後ぐらいにしびれが収まったので、うん、もうなんかやっぱりでも情報がわからないから一人じゃすごく不安で、うん、やっぱりこれ一人暮らしの人とかやっぱりお年寄りは、いやこれね本当高齢者死にますよ、うん、本当に、うんうん、きついね、で私も初めて40度超えたしね、はい、で先生長かったですよね、うん、もう長かった、だって20日から、実際解除されたのが9月4日だから、うん、約何日2週間以上、うん、経ったでしょ、そうですね、うん、でやっぱりあとはいろんな方 のコロナになった方の動画を見ても後遺症が結構言われてますよ、ね、そうで、うん、こうね喋ると息がね、うん、続かないんですよ、うん、でこれがやっぱりあるのと、あと、2週間動いてないから体力が落ちて、体力がすごい落ちてますね、めちゃくちゃ落ちて、うんうん、だから少しリハビリをした方がいいかなと思ってて、うん、私も講座も、1日から15日までの講座を全部延期して、はいはい、だから今ちょうどね休みで、おかげさまであと1週間ぐらい休みいただけるんだけど、うん、まあ、この間で少し体を壊しながら、うん、あの体力を復活させようとかっていうふうに思ってるんだけど、やっぱ先生声がまだ違いますもんね、そうだって喋ってなかったから、うんうん、あのね喋ろうとすると咳が出るんですよ、はい、で咳を止めなきゃいけないから、うん、で今やっとだから本当は昨日一昨日ぐらい撮ろうかなと思ったんだけど、うん、あの咳が出そうだったから、はい、もうちょっとやめようって言うんでね、私咳は出ないんですけど、うん、昨日運気予報 の,
あの撮影した時に、うん、途中から背中がすごく痛くなって、なんか息をって吸うとスキンってするとか、うん、これもコロナの後遺症なのかなと思って、うん、そうだから長時間喋るのがやっぱりまだ難しいですね。難しいよね、はい、後遺症大変よね、うん、でここでね私すごいなと思ったのは、今福岡に住んでるでしょ、はい、で福岡ってその当時ね、1日900人ぐらいの新規の、そうですね、私たちがコロナ感染者がね陽性って言われた日が900何十人でしたね、900人でしょ、でその900人に保健所から電話が毎日あるんですよ、うん、そうで大体10分ぐらい話をするんだけど、はい、っていうことは大体1時間に5人ぐらいしか多分話せてないと思うんだよ、うんうん、でったら1人8時間稼働しても40人でしょ、うん、1日900人ですよ、はい、これが10日だったら9000人ですよ、うん、これね毎日電話かけて増え続けるわけですから、そうで、うん、で考えたら何人いるのって人間って、うんうん、電話かけるだけで、そしてめちゃくちゃ保健所の方はもう電話が優しいんですよね、もう本当に助けられました。そうで、まあ、ホテルどうですかって言われたんだけど、いやもう自宅で大丈夫ですということで、うん、まあ、自宅療養っていう形でしたんだけども、もうホテルも実はね、ここの隣がコロナのねホテルなんです、うん、はいはい、だからもうしょっちゅうね救急車が走ってる、はい、そうですね、だから多分あコロナの患者が運ばれているんだろうなっていう、うん、ねだからでもまあ自分たちがコロナに実際になってみて、うん、この救急車が来るっていうのは多分相当な状態だと思いますよね、うん、そうね、だから本当思うんだけどね、うん、今お店が自粛って言って、うん、お店側からのこう結構文句が出たりするじゃないですか、うん、でも多分店の人が、感染したら、うん、店オープンできなくなるでしょ、はい、ね、でそこに補助金も出なかったら最悪じゃないですか、うん、はい、逆に言ったら続けたくても続けられない、うんうん、でも今は国からの要請でちゃんと支援金をもらいながらやってるから、はい、逆にねありがたいんじゃないのかなっていう ね、 うん、そうですね、で実は私たちのすぐそばのセブンイレブンが、うんうん、コロナで今で閉まってるんですよ。そうなんです。そう、まあ、で知らない間にですね。そうで、そういったところが多分いろんなところで起きてるんだろうなと。うんうん、でそれを考えると、なんか従業員がコロナで閉めなきゃいけないような状況に追い込まれるよりも、うん、ちゃんと閉めてお金をいただけるっていうのは、そうですね、うん、それの方が多分実際になったら本当に大変ですからね。大変本当に。うん、うん、だからねここはねよくね。簡単にコロナは単なる風邪だとか陰謀だとかなんとか大したことないとかいう人たちいるけど、うんうん、これはね真に受けたらダメですよ、はい、うん、本当にね真剣にやっぱりコロナ対策をするとか、うんうん、とかしていかないとね、うん、ただその反面私はコロナって人類ってほらそういう疫病との戦いでしょ、はい、でその疫病に打ち勝つには自己治癒力しかないわけよね、うん、免疫、はい、うん、だから例えば1000年前の人が現代に来たら多分すぐ病気で亡くなると思う、うん、なぜなら1000年分の免疫がないから、はいはい、で我々は1000年間いろんな病と戦って、うん、今免疫を持ったたくましい人類になってるわけじゃない、はい、ね、だからおそらくこれって、うん、もうね全員が感染するとか、うん、とかしないと多分乗り越えられないんじゃないかな、うん、だから自粛自粛自粛ってするのは、はい、ただ長く伸ばしているだけで、うん、あ、そっか、そういうことにもなりますね。で考えたらやっぱ日頃からトレーニングちゃんとするとか、はい、うん、やっぱ免疫力を上げることですよね。食べ物をしっかりした食べ物を食べるとか、うん、やっぱそういったことをやってない人たちがツケが回ってくるっていう、うん、だから重症化するとか、はい、うん、だからそこはね実際自分がなってみてすごく感じましたよね。本当にもうつける薬がないというか治療法がないじゃないですか、うん、入院する以外は、うん、だからそういう私たちのみたいな自宅療養の人、うん、そうはもう本当自分 の、 この免疫力を上げることしかないで、ね、そうで、ね、最後はねこれ結構スマホとかで調べてたんだけど、うん、どういう兆候が出たら、うん、治るのかみたいな、うんうん、もうねとにかくあ治ったかなって思ったら次の日また苦度なったりとか、そう、もうそうですよね。そう、だからね、この治る兆候ってどのあたりで来るの、うん、みたいな。
でそれもね、弓リングは早かったしね、遅く感染したのに早かった。そうなんです。私の方が後から熱が出始めたんですけど、うん、早く熱が収まって、そうで、しかもね、うん、どこで感染したかわからないんですよ、うん、まず人が集まるような場所行かないし、外にもほとんど食事以外は出ないし、あと公共の交通機関にも乗らないし、ね、そう乗らない、大体でタクシーで行くので、うん、ね、よくあっても、だからどこで感染したかわからない、うんうん、だからもう本当あの普通に生きてて感染するので、はい、これって、うん、そのあたりもですね、しっかりとね、皆様もね、これは矛盾してるんだけど、うん、感染しないようにっては言ってるんだけど、反面感染、人類が感染しないと乗り越えられないのかなっていう気もするし、うん、だから日頃からやっぱり体力をつけて、うん、ちゃんとしたものを食べる、はい、うん、そうですね、これが予防、うんうん、予防というか感染した時でも、うん、軽症化で済むための予防ね、うん、感染はするから、はい、そうですね、うん、だからそこをしっかりと皆様もあのこのね、病に打ち勝つやっぱ体づくり、うん、そこってすごく大事だなって。そうですね、普段からやっぱり意識した方がいいのかもしれませんね、うんうん、そう、だからまあ今回幸いなことに頭痛なかったんですよ、うん、頭痛もないし、うん、あの節々の痛さもなかったし、うん、咳もほとんど出なかった、うん、で痰とか何とかも出なかった、で肺が痛いということはあんまりなかった、うん、ただ熱が出て、うん、とにかくまあだるさ、うん、まあ、何もしたくないっていう、うん、そう、倦怠感はすごいですね。そう、もうスマホも見たくない、はい、これほどスマホを手放したことはないっていうぐらい、うん、スマホをにちょっと距離を置いたので、うんうん、私はちょっとそれが、まあ、なかなかできなかったので、あの、うん、なんかいろいろ自分の今までの仕事のやり方もちょっと改善しようかなって、うん、そういういろんなことを、まあ、反省しつつ、うん、あの、うん、なんかいろいろ考え、まあ、そうね、うん、でも幸いなことにね、娘が一緒に食事行った時にね、遅れて娘来たのね、はい、そしてこれ美味しいから食べてって食べかけを食べさせたんですよ、うん、ね、でその娘がもしかしたら感染するんじゃないかなって思ったらしてなかった、うん、でおそらくこれのワクチンです、うん、ワクチン打ったばっかりで、はい、うん、だからこの普通だったら絶対感染してるはず、だから食べかけを食べてるんだから、うんうん、ね、だからそれを考えるとやっぱワクチンっていうのも、うん、あのすごく効果があるんだろうなと、はい、そうですね、だから感染するかワクチンを打ち続けるか、うん、だからほら株が変わるごとに効かなくなるでしょ、うん、はい、そのごとにワクチンを打ち続けるっていうね、うんうん、まあ、これ後遺症の問題もどうなのかわからないんだけど、はい、うん、ただまあ身を守るためには自らまず感染するか、もしくは、うん、ワクチンを打つか、うん、やってこう免疫をつけるっていうね、うん、まあ、これしかないんだろうなって人類が、うん、あとはまあ本当に健康な体を日々作っておくってことですよね、うん、そうね、そこがすごく大事だなって今回ね、うん、感じました、はいはい、ということで、はい、ね、コロナ、まあ、もし皆様がね感染した時に、はい、もうこれ誰でもかかるような状況ですので、うん、その時にね、個人的には私はもうすごくおすすめです。そうです、これもすごくおすすめです。だからあのなってからは買いけないので、そうですね、まあ、もう100均でよかったら、まだ持ってない人はぜひ100円ショップに売ってますので、うん、はい、ということで、本日ですね20日ぶりの、投稿ということになりますけれども、こういう事情がありましたということで、本日はどうもありがとうございました。